でね、うん、松島でーす。ビデオ待ってる？待ってます。 OK、 おー、来たー。よかったですね、こっちの道の方が絶景かも。あ、本当に絶景かな、絶景かな、うん、こっちの方がいいかもしれない。やったー、道路も空いてたしねー。まゆみさん的にもそれをこう知ることができた。そうですね、こっちの道から行っちゃえみたいな。こっちは本当にたまにしか通らない。あー、そっかそっか。なんで、うんうんうん、こっちもいいなと、うん、さっきこの45号線だね。そうそうそう、そっちから本当は来るのが、うん、でもここであれだね、ちょっとさすがに詰まりましたが。そうですね、でもここまで来て見れたもんね、仙台だよ松島だよ、日本三景、ジャパニーズグレートスリービューだよ日本三景。聞いててすごい、うん、あ、なるほどって。なるほどでしょ。あ、でも言われてみないと、ああ、そうかもそうかもって。そうなんですよ。だからそれもだから僕も多分気がついてなくて、ずっとだからはある意味こうトラップにはまってたと思うんですよ。なるほど。だけど旅行、何の縁かその旅行者と会うようになって、うん、でもよくよくそうやって受け入れながら、うん、とにかく全然だから旅行者と日本にあの中期長期で住んでる外国の人と全然違うから、なんでなんだろうなと思ったら、でそれは当たり前だから、もう日本にも中期長期で英語の先生とかやって暮らしてる人はもう日本人の助けも必要ないし、だからこう日本人と会ってもそんなにこう感動しないけど、旅行者、たまに来る旅行者っていうのは、あの日本人も珍しい、日本のこういった景色も珍しい、素晴らしい。この辺です、メインストリートです、ね、メインストリート、松島津メインストリート。だけどここで津波が来たんですね。ここはね、大したことなかったの、松島は。へぇ、東洋は結構こう湾の関係で。そうかそうか、そう、島がいっぱい、はい、じゃあ、そうだよね、だって全然大丈夫だもんね、うん、あの本当は満潮になるともうギリギリの水位になるのに、ここは助かったんですよね。はぁ、すごい今日は空いてます。いやー、ラッキー。だってしかも今日、なんだっけ、週末だよね。そう、土日はすごいんですよ、もうここは本当にグワーってなるよね、なりそうな気がする。なんか鎌倉を彷彿とさせるもの。もうだって駐車場空いてるのも信じられないですから。いやー、でも逆に言うとだからその打撃だよね、はい、観光業の皆様にとっては、はい、まあしょうがない。